卓球全日本選手権第3日、2024年1月24日東京体育館。ジュニア男女シングルス決勝が行われ、男子は世界ランク33位の松島木屋、ソラ、16イコール木下アカデミー、が、吉山和樹、16イコール岡山リベッツ、23-2で競り勝ち、初優勝を飾った。優勝が決まると松島は感極まり涙を見せた。 優勝して涙を流したのは人生で初めて。不安や緊張があったし、決勝も簡単な試合ではなかった。苦しい中で勝てたのが嬉しい、と喜びに浸った。過去3度決勝に進みながら、いずれも敗れて準優勝に止まっていた、ダブルコート。4度目の正直、に銀メダル3回で悔しい思いをしてきて4度目で金メダルを得れて本当に嬉しい、と笑みを浮かべた。 決勝で戦った吉山とは同学年でサウスポー同士。同級生、年下には負けたことはないので、負けたくなかった。最終第5ゲームでは声を上げ、気持ちを出したプレーで振り切った。吉山については、海外でも一緒にプレーしているいい存在。二人で、日本代表として貢献できたらと話した。